はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、前回ご説明させていただいた楽天ペイなんですが、僕は使う機会っていうのが実際にあったので、今回実写の動画を踏まえてお伝えしていこうと思います。ということで、まずこの楽天ペイを使う前の事前準備としましては、もうお店に着いてからお会計の直前で全然大丈夫です。楽天ペイのアプリを開いていただいたら、この今右の画面に映ってるトップページが最初に出てくるので、もうここだけ出していただければお会計に進むようになっております。で、実際にどんな風に支払うのかっていうのを今から実写の動画を流すんですけども、もしかしたらちょっと撮ってる距離がちょっと遠かったので見づらいかもしれないんですが、実際どんな風に作業を行っているのかっていうのをイメージしながら見ていただければと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。それではどうぞ。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回僕が買ったのは、実は自転車屋さんに行って、今回新しく自転車を買ったので、自転車の鍵を購入しました。で、その買い方は、今回は QR コードの読み取りをして、こちらから金額を打って、向こうで確認をしていただくというものになるので、今回2980円の自転車の鍵を買って、今右の画面のようになっております。で、そこで僕最初はそのお店でクレジットカードを使おうかなと思ったんですけども、ちょうど楽天ペイのマークがあったので、それで今回はもうクレジット使わず、もう楽天ペイを使ってということで、で、そこで、分かったのは、クレジットカードを、使う手間が省ける、出す手間が省けるということと、あとは、その楽天ポイントが、実際その場でいくら入ったのかっていうのが分かるんですよ。多分、端末に反映されるまでは時間はかかると思うんですけども、いつも楽天ペイではなくて、楽天カードとかでお買い物した時って、メールとかでどれくらいポイントが入りますよっていうのを通知が来るんですけども、今までちょっとそれが、イメージが湧かなかったので、今回その楽天ペイでそれが分かったので、結構分かりやすいなと思いました。なので、またいろんな場面で使う機会っていうのがまだ増えてくると思うので、またどこかで何々ペイっていうのを使った時があれば、その時はちょっとまた実写の動画を回してレビューしてみたいと思いますので、また次回も楽しみにしていただければと思います。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。